今日の話ね、あれぐらいよ。見てください。これ、カレーです。ものの手のひらより大きなカレーです。カレーって口が回らないけど、カレーですね。と、これカレー、塩焼きです。で、味噌汁に、いつも通りキムチ、つぼ漬け、野菜の炊き合わせとなります。それではいただきます。まず貝がでっけえよ。俺貝食べに来れば甘い。もう皮がうん、温まる。まさかうまい。この魚の身をほじるってもなかなかいいですね。
心臓の部分がうまいんですか。かえと極みの辛いっていうのは頭の向きですね。自在カレーやった左目に右カレーか、頭が右側にカレー、こっちに頭があれば左目、まあそういうことですらしいです。今日スーパーで買い物してたんですよ。美味しそうな松葉ガニが、松葉ガニズワイガニか、売ってましたね。まあ、牛肉みたいに一口でバクッというわけにはいきませんけど、こうやって身を残してたら体が温まりますね。卵発見。カレーの卵、お餅カレーですね。まあ、なんかすげえことになってた。
感じですね。もうね、12月なんだから、まあ、暑くてしょうがなかったんですよ。11月は入院してたんで、もう病室が暑くて早く冬にならないかなと思ってたんですけど、なったらなったらこれ寒いしね、なかなかうまくいかないもんですが、病気で仕事が短いから、もうすぐ1年になろうかと思うんですけど、とりあえずね、なんか辞めたのがついこの間みたいな感じで、しかしまあ本当にもっと仕事会社に就きたかったんですけど、この喋りじゃ電話も通じないし、お客さんの応対もできないし、何回も病院に行かないようになるし、どうせ無理な話ですよね。もう、がんになってから何回入院したかな、1回目でしょ、
很快很慢。咱俩还干，咱俩还没有事怎么呢？嗯，坐。我跟孩子说话是吧？孩子那个怎么老是说？病院的不是我奶奶的，他的妈，我那，他家的是谁的？食べるし、気づかなきゃなとは思ってるんですよね。アルバイトでもいいから、もう今さ、正社員なんていうのはどうせ無理なんで、週に何回でも行くよ、アルバイトでも。したいなとは考えてるんですけどね、なかなかそこ接客もせずに済んで、人とも関わらず好きな時に病院に行って、まあ好きな時じゃいいんですけど、そしてそうです、病院に行くってもみんななかなか自由が利きませんしね。
ちょっと、カレー、身が残っちゃったけど、まず後で、きれいに食べます。 なんか舌が回らないんで、食べづらい面もあるんですけどね。 それでは、今日もごちそうさまでした。